間ということで、ユースケベイさんの方から発表していただきます。最後10分ほど Q&A の時間も、設けたいと思いますので、活発な質問をお願いいたします。それではユースケベイさん、よろしくお願いいたします。ポッドキャストを支える技術、エンジニアのためのウェブメディア、そしてシーパンということで発表させていただきます。自己紹介、簡単に済ませます。ユースケベという名前でインターネット活動をしております。いろいろ会社に所属したり、組織に所属したりとかいろいろやってるんですけども、最近はボケテというウェブアプリケーション、もしくは、モバイルのアプリケーションのバックエンド、だいたい API を書いていたりとかっていうのをパールを使って、パールですよ、パール使って、エンジニアリングをしたりとかっていうのがメインの業務となっております。注意事項なんですけども、タイトルがポッドキャストを支える技術、エンジニアのためのウェブメディア、そして CPAN という感じで、だいぶポッドキャストにフォーカスをして話をすることにしました。なので、よろしくお願いします。で、きっかけとしてのイントロなんですけども、皆さんソフトウェアエンジニアっていう方は多いかと思います。そして特にウェブに関わっているエンジニアの方は多いかと思います。なので日頃からウェブのシステムとか、サイトとかを作ったりとか、ウェブの技術を使ってモバイルのアプリを作ったりとかしていますよね。で、ただしそのシステムの上にはコンテンツが乗るわけなんですけども、じゃあ逆にと、エンジニアとしてコンテンツ側から発想してウェブを考えてみようっていうのをやってみたいと思います。で、なんでかっていうと、エンジニアだってコンテンツを発信したいよねっていうのがすごいあるかと思います。で、こんなこと言いたいよねということで、自分で書いたコードとか、アルゴリズムとか仕組みとか、あとは人が書いたコード、ライブラリーとかミドルウェアを使ってみましたとか、そして、このヤプシーはブログを書くまでがヤプシーだというふうに言われてますけども、そうしたイベントのレポートや感想、こんなこといろいろ言いたいよねっていうのはありますよねと。で、時にはポエム的なものとかあったりとかします。で、それがですね、今はブログもしくは CPAN、 オープンソースにするなら CPAN、RubyGems とかありますと。あとは GitHub、 ソーシャルコーディングを掲げてます。それでいいんじゃないのという感じですけども、ただし発信プラットフォームっていうのは結構たくさん出てきているかと思います。で、僕が使ったことがあるなんかサービス、表現をするようなサービスって、いくつかこんな感じのロゴを掲げてますけどもあります。最近ハテナブログ使って、すっげえハテナブログ使いやすいなと思って、タンブラーから乗り換えようとしています。ハテナさん、ありがとうございますっていうね、ハテナの人はこれで投票してくれるといいですこれはでも本当マジで使いやすいです。で、発信メディアが多様化するっていうことで、なんかプラットフォーム的なものができてきたんじゃないかなと思います。で、今まで結構みんなが、インディペンデントにブログをボンボコボンボコ立ち上げて、で、それを頑張ってみるためにフィードリーダー、例えばライブドアリーダーとか、あれも使いやすいですね、ライブドアさんで、今 LINE さんになりましたけどねってで、フィードリーダーで見ますという時代から、Google 検索するとスタックオーバーフローとかキータが引っかかる。つまりキータもいいサービスなんですけども、プラットフォームがあってキータっていう、そこに記事が載っている。で、もそれは横断的なプラットフォームであるというような形で、なんかいろいろコンテンツはコンテンツだけど、それを乗るメディアが変わってきたんじゃないかなというのは一つの疑問です。あとはツイッター、フェイスブックが登場してきて、それこそなんかフィードリーダー使わなくなったよねとかっていうのもあるかなと思います。ただそんな今すごい昔からある枯れた技術を使ったメディアが楽しい、で、このパターン結構あるかと思うし、ブログの話で言うと前夜祭で、昨日結城くんが発表してきたっていうのも、一つ面白い現象かなと思います。で、その一つの
例としてポッドキャストの話をしたいなと思います。この中でポッドキャストをやってるという方います2人やってみたいなっていう方いらっしゃいますか。まあ、量としては多くないですけど結構いますね。でポッドキャストっていうのはプラットフォームに依存しない、もしくは依存しにくいメディアだと僕は思ってます。これからメディア RSS って言葉が結構出てくるんですけども、それ拡張された RSS2.0 のフィードを吐いて、でかつ、それにリンクされる形で MP3 の音声ファイルが配信される、この2つだけでポッドキャストっていうのは成り立って、かつ、クライアントのソフトウェア、オーバーキャストとか、まあ、iPhone とかだったら iPhone についてるポッドキャストのプレイヤーで購読する、つまりユーザーが体験することができるっていう意味では非常にインディペンデント、拡張するともっとインディーなプラットフォームである、メディアであると言えます。例えばウェブサーバーが1個あれば大丈夫だよねとかっていうふうに言い切ることができます。そこで今回紹介するポッドキャストを支える技術っていうのは、こうした、まあ、一つ枯れたね、ちょっと、抽象的な言葉で言うと、さっきから言ってるインディーっぽいウェブメディアの一つとして紹介します。そこで、ポッドキャストのコンテンツをどのように作っているか、そして配信していくか、その仕組みはどうなってるかっていうのを、紹介して、その中で、ウェブメディアの作り方とか楽しさっていうのを垣間見ていただければいいかなと思います。休憩は質問必要なんですね。ちょっと一回息を深呼吸したりとか水飲んだりとかしないと続かないんで、はい。でいよいよポッドキャストを支える技術というふうに入っていきたいと思うんですけども、2つのポッドキャストを僕はやっています。で別に言われることではないけどやってることは事実なんで紹介します。一つが団子欲求の平和の話ということで、とある、この会場のどっかにいる団子さんという人 と、僕は団子さんからユッケさんと呼ばれてるんで、団子ユッケが平和ですねって語れるようなことをたわいのない会話を配信するというポッドキャストです。でこれはまあもともとはリビルドに触発されてやっていて、だいたい月1ぐらいのペースで配信してます。話題 FM っていうのは団子欲求の平和の話はだいぶ雑に撮ったりとか配信をしたりっていうことがあったので、その実験としてもっといろんなことをやってみたいな、でそのついでにポッドキャスト1個作ってみようということで始めました。最初の頃ペース早かったんですけど、最近ちょっと落ちてきてまた盛り返そうとしているところで、週1ペースで大体30分弱のコンテンツを配信しています。で今回ポッドキャストを支える技術ということで、この3編構成でやっていきたいと思います。一つがシステム編ということで、配信をするための仕組み作りとかの話です。で2番目はコンテンツ編ということで、これは 一見テクニカルっていう話ではなくて、どちらかというとどういうふうにコンテンツ喋る内容が決まっていくのかっていう中身の話ですね。でそしてオーディオ編ということで、これは僕もそうだったんですけど、我々にはなかなか縁のない音の録音をどうすればいいのかと、そして加工、聞きやすいように加工すればいいのか、どうすればいいのかっていうのを、まあ、ある程度最低限から、もしくは僕はどうやってるのかっていうのを含めて紹介していきたいなと思います。はい、システム編に入っていきます。最初ポッドキャストやりますっていうふうに考えたときに、まあ、タイトルはなんとなく決めるんですけども、じゃあシステム的に何をやるかっていうとドメイン決めです。でドメインは最悪必要ないです。というのも各種フィードサービスっていうのがありまして、それを利用すればドメインは必要ない、独自で持っているドメインは必要ないし、また、ドメインの裁量でもいいんですけども、とにかくまあ自分でコントロールドメインできるドメインを持ってた方が、ただし便利だということは言いたいです。というのも、ドメインを
を自分でコントロールできるとサービスにロックインされない形で運用することができるからですね。でよくですね、団子ユッケの平和の話は頭文字をもじって団子ユッケでダンディ FM なんですけども、あのダンディ FM とか和田 FM とかは自分たちで撮ったと。ただ今までリビルド .fm、バックスペース .fm、モザイク .fm、まあ、日本人の方がやっているようなポッドキャストでも FM ドメインを使っていて、なんかかっこいいなみたいな。だからこれすげえ高いんですよ。あのスライドが見にくいんで、あの向こうの遠い人は見えないかもしれないですけども、あのここにとあるバリュードメインってとこのドメイン取得料が書いてあって、それがなんと12,238円です。高いですね。で今お金の話を初めてしましたけど、これからお金の話がバンバン出てくるんで引かないでください。あのポッドキャストやるのはお金かかるんですけども、あのお金かからないようにもできるんで、まあ、その辺も解説します。で FM ドメイン本当に高いんで、あの別に FM じゃなくてもいいです。ぶっちゃけドットコムでもいいし、サブ自分の持ってるドメインをサブドメイン切ってそれで運用してもいいと思います。なのでこの辺は自分の腹決めとか、あの予算とかどういうふうにやっていきたいかによって決めてください。でちなみにFM に対して AM ドメインっていうのも実はあります。ラジオと同じようにアルメニアですね。でなんかでも AM 使ってるとこ人って全然いないよねみたいな話になって、なんか宮川さんと一緒に話したのは使わない方がいいんじゃないのっていう結論いたしました。でウェブの構成ということで、ウェブをどんどんやっぱ作っていかないと配信はできないと。ただしあの和田 .fm にそのホームページを掲載してるんですけども、このホームページがいるかいらないかと言われれば、最悪なくてもフィードさえあればポッドキャストは成立するんで、なくてもいいです。ただしあの URL を渡すだけでそこに紹介があって、iTunes ストアのリンクがあってとかっていうふうに考えると、あった方が便利かなと思います。そして、もう一つフィードが必要なんですけども、フィードの場合はサブドメインに来てフィード .wada.fm にしてます。これは、まあ、各種サービスを転々としたっていうのもあるんですけども、あのやっぱりフィードはフィードでサブドメイン切っておいた方がいいかなというのはベストプラクティス。そして配信するオーディオファイル MP3 を配信します。で MP3 じゃなくても、動画の MP4 とかの形式の動画とかでもポッドキャストとして、まあ、ビデオキャストとか呼ばれることもあるんですけども、あの認識させることができて可能なんですよ。ただし今回は音声に限るんで MP3 の話をしますっていうのをちょっと覚えておいてください。で MP3 を配信するときはオーディオ.wada.fm にしてます。で基本的にはウェブサイト、フィード、オーディオとこの3つだけになるので、もうこの3つだけだったらあのトップドメインとサブドメイン2つ切っちゃえっていうふうに割り切るのが割といいかなと思います。正直1つのドメインでやることもできたりとかするんですけども、その方があの汎用性が可搬性があるかなと思います。そしてオーディオのファイルの配信なんですけども、どのようにやるかと。で最初やったのがっていうか今でもやってるんですが、あのお手軽という意味では Amazon の S3 にファイルを置いてクラウドフロントを経由して配信するっていうやり方です。これね、あの CLI が必要ない、コマンドラインインターフェースが必要ないっていう意味ではすごいお手軽です。ただし転送量がめちゃんこある。例えばリビルドレベルにはなるとものすごい CDN の転送量でお金かかっちゃうんで、あのいわゆる符号的解決ってやつですね。で実はですね、 CDN 使わなくても VPS で全然十分で、よくなんかあのウェブサイトでフロントのテストをするときに、あのワイスローとかスピードテストとかかけると CDN 使いなさいみたいな感じでよく怒られるじゃないですか。であれの感覚じゃなくて全然いいんですよ。なんでかっていうと、そのコンマ何秒っていう世界を MP3 あのポッドキャストを聞く人は別にあの競ってないと思うので、単に VPS に置きゃいいと。でリビルドの宮川さんの場合はリノードっていう VPS をタフしか使っていて、僕の場合はサクラの VPS を使ってます。サクラの VPS の場合は転送量無料
なはず、転送量無制限なはずなので、現在のところ全然不自由はしてません。でそこに MP3 ファイルを置いて配信するという感じですね。で重要なのは MP3 ともう一つフィードと言いましたと、あとはサイトもあるといいということで、フィードとサイトの配信なんですね。でこれも極端なこと言っちゃうと、外部のタンブラーとか、あとはちょっとやったことないんですけど、ハテナブログとかライブドアブログとかも含めて、ブログサービスとあとはフィード加工サービス、2個挙げてます。フィードバーナーとフィードプレス、この2つの組み合わせを行うことによって、自分でデザインしたりとか HTML 書かなくてもサイトはできます。でサイトはできて、しかも本文中に MP3 へのリンクを貼ってフィード変換サービスをかませば、自動的にポッドキャストのフィードになるんですよ。なのですごい便利。特にフィードバーナーは Google が買って、今 Google 参加なんですけども、無料で使えます。ただし、まあ、それだとカスタマイズ性とかも低いし、なんか、サイトもかっこよくしたよねっていうことで、ムーバブルタイプとかのブログツールを使うと、やっぱ C っぽくてパールを使っていると言えるんですけども、僕は Ruby 製のジェキルを使っています。はい、ジェキルっていうのは静的サイトの生成ツールですね。ローカルでサイトをコマンドラインを叩いて、サイトの HTML に入って、それをまあ rsync とかでウェブサイトに置いて、普通に静的にファイル配信をして、 nginx とかでサブさせるというようなことをやっています。なのでテンプレートとかをいじって、ウェブサイトをきれいに作ったりとか、フィードを、mp3 をリンクさせるというようなことをしています。でジェキルの記事なんですけども、見えるかな。でこれ一つの例で、本文はマークダウンで書くんですけども、上はちょっと YAML っぽいメタ情報を書くわけですね。でタイトルがあって、特徴的なのはオーディオってところで、オーディオに、関連付ける、まあ、本体のコンテンツとなるような MP3 ファイルを記載して、Lengthっていうところにその MP3 ファイルの、ファイルサイズを記載すると。これによってこうした RSS が自動的に書けるように今は設定してます。ちなみに、RSS2.0 の規格に、これはもともと Yahoo が出してた、メディア RSS っていう規格で、拡張していて、特に超的なのがエンクロジャータグっていうでもので、エンクロジャー要素の URL 特性値でメディアファイル MP3 の場所を指定すると、自動的にまあそれがコンテンツですよっていうことが分かって、オーディオファイルをダウンロードしたりとかっていうことがクライアントでできるようになります。でそれにプラスして iTunes ストアの RSS っていうのを記載することで、まあこれですね、 iTunes ストアの、ディレクトリにある程度最適化してます。でこれも本当に最悪登録しなくていいんですよ。ただし、無料でできるし、申請するだけだし、まあよっぽど変なこと言ってなければリジェクトはされません。で僕もされたことないんで、どういうポッドキャストがリジェクトされるのか知ってる人がいたら超知りたいんですけども、そんな人はいないかもしれませんが、簡単に登録できます。で、まあ、登録しとくとランキングとかがあるんで、そういうのがベンチマークになったりとか見てもらえるんでいいかなと思います。でこのランキングはですね、結構謎で、まあ、ポッドキャスターあるあるなんですけども、まあ、一般的に言われてるのはレビューとか購読者数がどれだけ伸びてるかっていうことでランキングが決まってるとか、そういうのがあるんですけども、割と謎だったりとかしますが、まあ登録はしといた方がいいかなと思います。で、システム編のベストプラクティスなんですけども、思い切って .fm ドメインを取る。もちろん予算がなければ .com でも自らあるドメインを使ってもいいと思います。ただし、まあ、ドメイン駆動開発ならぬドメイン取得駆動開発っていうのがありましてですね、ドメインを取ることによって、1万円も払った、でもかっこいいドメインある、よしやろうっていうことも起こりうるかもしれないんで、皆さん使ってみるのもありじゃないですかねと。で、さくらの VPS に関しては 1G っていうプランが結構最適です。またお金の話が出てきましたね。月額972円。はい。
で、地域ルートがムーバルタイプでサイトを構築して、まあ、よっぽど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 パールが好きな人はムーバルタイプとか、まあ、自作のツールとか使えばいいかなと思います。で僕はまあ地域ルートを使いましたというところが、まあ、ベストプラクティスかなと思います。ということで、ポッドキャストシステムを作るためにということで、まあ、ドメインの取得が一つあって、これはまあ取らなくても取らなくてもいいし、安いドメインでもいいという形です。であとは、ウェブサイトを作る、そしてフィードを作る、 MP3 の配信をするっていうことですね。まあこの辺で、あとは MP3 本体、そしてまあディスクリプションをまあ書けばいいだけなんで、音声のコンテンツが重要になってきます。ということでコンテンツ編ですね。はい、でコンテンツを決める要因ということで、なんかなんて言うんだろうな、ポッドキャストやりますって言っていきなりこれを話すぜっていうのがなかなか決まりにくくて、っていうか望んだ通りにいかないこともあると思うんですよ。でなんでかっていうと、誰が喋るのかっていうのと、誰と喋るのかっていうのと、まあ、1人で喋るのか2人で喋るのか、ゲストを呼ぶのか、こういうフォーマットによってコンテンツっておのずと決まってくるからなんですね。なので例えばリビルドの場合だと宮川さんがホスト、まああれですね、笑っていいもと思うというタモリの役割ですね。でホスト でゲストが1人来るというような形になって、その結果ゲストの得意分野に合わせた、コンテンツになっていくと。で団子ユッケの場合は、ほとんど打ち合わせなしでもう会って撮りましょうっていう感じなんで、基本的に2人だけでその場 あの近況報告とかがメインになって、なんとなく雑談ベースという形になります。一方の話題 FM の方は僕がとにかく一人語りをします。で話題 FM やって分かったんですけども、一人語りめっちゃ辛いんですよ。で一人でポッドキャストやるって本当辛くて、笠井エリーさんっていう人がやってるぐらいしか僕は知らないんですけども、めちゃんこ辛いんですよ。で団子さんと一緒に団子ユッケやってる時はめちゃんこ楽なのに、なんでこんな辛いんだろう、なんか憂鬱みたいのがあって、なんか一人なのでずっと喋らなくてはいけない緊張感みたいなのが、なんか一人で自分の部屋で感じてるんですよ。で一応ね、編集をしないっていうことで決めたんです。で編集っていうのは何かっていうと、切り張りですね。で最低限頭を切って後ろの余白を切って、真ん中のなんか噛んじゃったからここだけ切ろうとかはやってないです。一発撮りってやつですね。なのですげえプレッシャーが一人でを感じるんですよ。プレッシャーを自分で一人でかけて自分で感じるという、そういうね。で途中で頭が真っ白になって、あもうこれいいやと言って、何回やったっけな、テイク8だった、8回も録音してんの俺みたいな、そんな感じになります。で本当に憂鬱ですね。で、解決策がでも 実はあって、すげえ実は楽しいんです。逆に言うと。でなんでかっていうと、修行だと思って鍛えるっていうのが一つの回で、とにかく自分でやりまくっているとなんか喋りとかも上手くなってるし、これ体感ですよ、体感。内容とかもなんか精査されてくるなというのは一つあります。でこれが結構実用的な解決策で、コーナーを作るっていうのがあって、単に30分間とか20分間漠然と話すっていうんじゃなくて、最初にじゃあイントロで何か挨拶をして、2番目に技術もしくは趣味の話を決めといて話す、まあどっちも話すこともありますと。で最後の方にリスナーからのお便りっていうことで、ツイートをしてくれたツイートを拾って何か紹介して一言言うとか、で最後今日の一杯っていうのは、僕はラーメン大好きなんで、ひたすら毎回ラーメン、今週美味しかったラーメンはここですみたいなのを紹介してます。はい。でこういうふうにコーナーを作っとくと、ユーザーのリスナーの方もレビューに書いてサクッと聞けて楽しいって言って書いてくれてるんですけども、まあ、こういう段取りがあるんだねっていうふうに認知されてしてくれるんで、聞きやすいっていうのも一つ効果としてあるんじゃないかなと思います。で次に代表的なものを用意するということで、プレゼンの資料と同じような感じなんですけども、雑に
まあ、流れを書いてメモ帳で書いておくといいかなと思います。ちなみになんか PC 操作するのは煩わしいので、僕はだいたい紙に書いてますね。ということで、まあ、1人でも楽しいし、2人でも3人でも楽しいと思います。ていうか、まあ、複数の方が楽しいと思います。で、まあ、つまり誰が誰と話すかっていうことによってどんどんコンテンツが決まってくるんで、その辺を意識しながら、じゃあテーマはどうしようかっていうのを徐々に決めていくといいかなと思います。で、いよいよオーディオ編ということで、まあ、音に関して我々は普段なんか音を作ることっていうのはしてこなかったわけで、でこのマイクがねどういうマイクかとかっていうことも知らないわけですよ。でも今だったらこれはシュアの SM58 っていうやつで、だいたいここの、ね、構造からダイナミックマイクっていう、あ、マイクに2種類あるんですよ、2種類も。でダイナミックマイクって構造でな、まあ、こういう会場では適してるなとかっていうようなことが分かってくるわけですっていうことを話します。で、ポッドキャストを作る工程をここで確認します。で、こんな感じで作ってます。まず収録日時を決めて出演者をアテンドする。で、1人の場合はじゃあいつやろうかな、いつ収録しようかなっていうのを決めます。またネタを用意する。まあ、団子ユッケの場合ネタは特に準備的なのはしてないですけど、それぞれまあなんとなく考えておくとか、そして収録をして録音された音を聞きやすいように最低限加工します。その次に、できた MP3 などを、配信する形式に変換するっていう作業ですね。で、その後もしくはそれと同時に、RSS でいうタイトルやディスクリプションなどを書いて、まあ、いざ公開というふうになって一つのエピソードが配信されるとなります。で、音の録音っていうのはものすごく怖いです。本当怖くて、なんでかっていうと、まあ、オカルトなんですよ。オカルトの世界なんですよ。で、これなんでかっていうと、音って人によってこの音がいいとかこれは聞こえやすいっていうのが人によってバラバラなんですよね。なので、あの波形とかをオーディオソフトで見てても、それが果たしてまあ誰々さんにとっていい音かっていうのはちょっとその個人差があるわけですね。なので、よく音を表現するのに、なんかなんか滑らかな音だとか言ったりとかするかもしれないですけども、オーディオマニアの人は滑らかな音ってどんな音だよっていう、そういうことになりかねないという感じですね。で、あと機材がやっぱりお金かかるんで、あと試そうにも環境、同じ環境で試せないのでなかなか試せないっていうのがあって、まあこだわるとお金がかかります。まあ、ただし聞いてもらえる限り快適な音を届けたいっていうことで、そのあたりのベストプラクティスを紹介したいと思います。で、その大前提なんですけども、まあ、これすごい重要で超当たり前なことなんですけども、静かな場所で撮るっていうことなんですよ。で、静かな場所だったら iPhone のボイスレコーダーでもなんとかポッドキャストできるかもしれないと思います。で、静かな場所っていうのは周辺音がほぼない、まあ、騒音がないところですね。そして音の反響が少ない。だから、部屋の大きさとか、あとは部屋の壁の材質とかによって音が反響したりとかするんで、それが少ない。あとはノイズですね。で、ノイズとはちょっと違うんですけど、僕はポッドキャストを撮るときにまず最初にエアコンをガンガンに効かせといて、いざ収録するぞっていうときにエアコンを切ってます。なのでエアコンのこういう風の音も拾うと、まあ、サーっていうノイズになっちゃうんでなるべく消してます。あとはこたつの上で録音するとノイズがなぜか走ると。で、最初それ知らなくて、いろいろ電気カーペットとか他の電気製品とかどんどんオフにしてったんだけども、こたつの電源を消すと一気にノイズが消えたという事件がありまして、多分こたつってね、こういう天板があってその下でコイルみたいなのが巻いてる。で、そこのノイズ、電気的なノイズを拾っちゃうんじゃないかなというのは、実はいろんな業界で、音楽業界で知られているとい
いうことを後から聞きましたと。でよっぽどのオーディオマニアの人はその電気回路的なものでノイズ発生するんで、家の電気経路から見直して工事をするっていうことをやるらしいんですけども、そこまでやらなくてもいいとは思います。で、まあ、僕の場合それはどこかっていうと、僕は家で仕事をしているので自分の仕事場だったりとかします。これ 4.5 畳の仕事場で、反響もないし比較的静かです。なので静かな場所と特に重要で、これから紹介するような、まあ、ある程度いいマイクでも、いい機材でも静かな場所で撮っとかないと編集が大変になったりとか快適な音にならなかったりとかっていう風になります。で、録音構成、機材の話です。これで、ポータブル編ということで、まあ、この辺からがおすすめなんじゃないかなというのを紹介します。でといったところ、いきなりこれ日本で売ってないんですけども、Amazon の US で49ドルのマイクです。またお金の話しちゃった。でブルースノーボールアイスっていうもので、これいわゆる USB マイクっていうものですね。なのでちょっと待って、例えばこれがマイクだとしたら USB のケーブルをブスって刺せるんですよね。でブスッと刺してそれを Mac につなげます。でそうすると音声入力として、認識されるんで Mac 上で、それをクイックタイムとかで撮っちゃえば録音完了ですという、まあ結構ポータブルで、しかもその名の通り持ち運びにも便利です、ということで、まあ、違うポータブルな USB マイクを使って、これ宮崎に、飛行機出張行った時に、ポッドキャストを収録した様子ですね。まあ、こういうふうにも撮れます。まあ、ただし飛行機に手荷物でマイクを持ち込むと、検査場で止められます。これ2回ですね僕止められて、これは何だというふうに言われて、マイクですというふうに説明したんですけども、このスタンドがですね、なんか異様に怪しかったらしくて没収間際にありましたね。なのでなんか分かりやすい形のマイクがいいかなと思ってみますで、この辺はすごく使いやすいです。ただしマイクっていうのは特性によってさまざまな種類があって、まあ、自分にとってベストとか自分がやるポッドキャストにとってベストなマイクを使いたいですよねってなるといろいろ大変なことになってくるんですが、まあ、それも紹介します。でマイクには2種類あるっていうふうに先ほど言いましたけども、一つはダイナミックマイク、これです。これダイナミックマイクです。で、あとはコンデンサーマイクって言って、多分この Mac のマイクはコンデンサーマイクですね。で、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクっていうのは構造上の違いで2種類に分けられるんですけども、それぞれの特徴を紹介すると、ダイナミックのマイクの場合は多分丈夫で、これは結構落としたりとかしても大丈夫だけど、落としたら怒られるんでしないですが、カラオケのマイクとか、あとライブのボーカルマイクとかによく使われたりとかします。で、感度が比較的コンデンサーマイクと比べて低いです。なのでコンデンサーマイクは周辺の音をよく拾うのに比べてあまり拾わない。なので、これもこのマイクも、僕の声がしっかりと逆に聞こえる塊としてというような特徴を持っています。高音が低めに取れるんで、声の中身を伝えるには非常にダイナミックマイクが向いているというふうに思ってます。で、一方のコンデンサーマイクはもうちょっとナイーブな感じで感度が高くて繊細な音もいろんな音を拾ってくれます。なので臨場感とか空気感のある、ちょっとこの辺もオカルトチックな表現ですけども、音を取るには最適だったりとかします。あとは極性パターンっていうのもあって、音を拾う、角度と方向のことを言います。なので、マイクがあった時に、僕がマイクだとしたらこうやって広く拾うのか狭く拾うのか後ろ側も拾うのかっていうことによってマイクっていうのはいろんな種類があります。で、ポドカストの喋り撮りならば、落ち着いて座ってマイクに向かって喋ることができるので、まっすぐ狭くっていう形の方がいいんじゃないかなと思います。ということで、ダイナミックマイクかコンデンサーマイクか、そして極性パターンによって、マイクを選んでいくことになります。で、和太鼓では、
シュアベータ 58A っていうマイクを使っていて、ダイナミックマイクで、そしてスーパーカーディオイドっていって曲線が狭いタイプのもののマイクを使ってます。ちなみに宮川さんはベータ 57A だと思います。で、Amazon JP だと2万円するんですけども、サウンドハウスっていうその手の業界では超有名な音楽系の音響系の通販サイトでは1万3800円で売ってますね。回し物じゃないですね。で、まあ、違うマイクも紹介してますが、だいたい安いっていうのが特徴です。で、いろんなマイク使いたいよねっていうふうになりますけども、まあだいたいこんな端子をしてるんですよ。で、今僕が喋ってるここのこのマイクもこういう端子を持っていて、こういう端子専用のケーブルでつないでいます。で、これXLR 端子って言っていて、当然 Mac とどうやってつなぐのみたいなことになるじゃないですか。なので、この XLR 端子を、まあ、USB でさせるような変換するハードウェアが必要になってきます。で、それをいわゆる USB オーディオインターフェースと呼んでおります。で、まず最初に紹介するのはこれすごい便利で X2U っていう機材で、これがサウンドハウスだと1万円ぐらいで手に入るんですけども、ここにマイクの XLR 端子のところにぶっ刺して、で、そうすると USB のケーブルが出ると、あ、させるというようなもので、使い方としては、XLR 端子を持っているマイクに、USB この X2U を挿して USB を USB のケーブルを挿して、一方をマイクに MacBook に挿す、ま、iMac に挿すということでオーディオインターフェースとして認識されます。で、また複数の入力がある場合とか、もっと本格的にやりたい場合は、まあ、このボックス型っていうのが結構一般的だったりするんです。で、これの場合だと2本のマイクケーブルを挿すことができて、後ろ側から USB のケーブルを挿して Mac につなぐことができると。まあ、こんな感じですよねと。で、ちなみに、はい、ここから盛り上がるところですね。話題 FM ではポン出しっていうのをやってます。で、ポン出しって何かっていうと、会話の間に話題 FM って言って、あらかじめ録音しておいた音を流してるんですよ。で、これは宮川さんにごまかしてるよねって言って言われて、すごい何て言うんですか、言葉のあやっていうのがあるよねって思ったんですが、テンポを作るためとか、一人語りなんで一旦休むために使ってます。で、これを、まあ、スポットって言って、あと開始の頭の何かかっこいい音楽を作ってるんですけど、すごいかっこいい音楽を作ってるんですけど、そこをジングルって呼んでます。で、編集なしなんで、僕が喋りながら操作して音を出して、それをミックスさせて最終的な音を作ってます。で、どうやってるかっていうと、 QG っていう iPhone、iPad 向けのサンプラーソフトっていうのを使って、それを iPad で右側に置いて操作して、左側に台本を置いてマイクを置いて、で、話題踏むってそこに入れたかったら単にボタンを押すというのをやってます。で、こういうインターフェースになっていて、で、なんとそれがですね、ここにあります。おお、これまさに同じですね、右と左の逆ですけど。で、話題フムって流したければ、あ、同時になっちゃった話題フム。で、あとは最近入れたジングル、こういうのを鳴らしたりとか、あとラーメンを紹介するコーナーの前には、ラーメン大好き、今日の一杯、こういうのを流してコーナーを盛り上げています。まあ、一人でやらなくちゃいけないんで、いろいろ試行錯誤した結果ですね。はい。で、構成なんですけども、で、こいつを、まあ、オーディオインターフェースにつないで、こういったマイクをオーディオインターフェースにつないで、で、一方でヘッドホンでモニタリングして、で、オーディオインターフェースが USB ケーブルを、経由して iMac、MacBook につながるという感じになっております。ただしね、ポッドキャスト破産っていうのがありまして、今まで紹介した機材の中に全部価格書いてあったじゃないですか。
あれ、大体全部僕買ってるんで、あのこの後公開スライド公開するんですけども、それを全部あの金額合計すると結構な額いくんで、しかもドメインも取ってるんで、あの僕はね、あの散財してるんですけども、破産になっちゃうとやばいんで皆さん気をつけましょう。で、ソフトウェア録音編ということで、音をじゃあどういうふうにソフトウェアで録音していくかっていう話なんですが、音を取るだけなので何を使っても OK です。ってことは究極 Mac だと、 Mac の話です、これ Mac だとクイックタイムでもいいです。で、あとは Logic Pro っていう、これも2万円ぐらいするソフトなんですけども、あのこういうソフトを使っても、あとは無料のオーダーシティっていうソフトを使っても OK です。で、このオーダーシティっていうのがすげえ優れもんで、これから紹介する加工も全部いっぺんにやれちゃうんで、ぜひこれを使ってください。無料です。ってことでオーダーシティを使って加工編を紹介するんですけども、あまりいじりすぎないことが重要かなと思っていて、静かな場所で撮ってるんで、いじりすぎると果たしてこれが、なんていうかな、リスナーにいい音なのかっていうのが路頭に迷っちゃうんで、最小限のコンプレッサーノイズリアクションレベラーっていうこのエフェクトだけで済ませるようにしてます。で、コンプレッサーっていうのは、コンプレスっていうのが圧縮縮めるっていうことなんで、まず指定をしてるするんですけども、指定した式位置を超える大きな音を下げて小さな音を上げる。で、それで言葉の中で会話の中で、小さかった部分を引き上げる、大きかった部分をちょっとボリュームちっちゃくするっていうことで、揃える声のボリュームを同じくようにしていくっていう効果があります。次にノイズリダクションということで、まあ、その他の通りノイズを除去してくれる便利な機能があります。で、声を何も喋ってない時でもどうしても音量を大きくするとサーってノイズ入ります。で、そこを、サンプリングさせて、このオーダーシティに学習させて、ポンってボタンをパラメータ調整して指定してボタンを押すと、それと同じような特徴の音を見事に削ってくれます。ということでノイズを、ある程度削ってきれいな音にしていくという作業をします。で、大体もうこれだけできれいな音に、静かなった場所で撮っていればなります。で、あとは月々のエフェクトをかければいいという感じなんですけども、最後にやるのは、ポッドキャストとして全体的に最適な音量の調整をっていうのをやってます。で、これオーダーシティでもできるんですけども、オーフォニックレベラーっていうものを今使っていて、これだとポッドキャストに最適な音量のプリセットがあるので、それをもうそのまま適用すると、あの毎回そのエピソードごとに毎回同じような音量になってくれるというふうな便利なツールです。他にもレベレーターっていうソフトウェアがあるんで、それは無料なのでぜひ使ってみてください。で、いくつかまあ加工していく間にファイルを作っていくんですけども、最終的にはこれはライムって呼べばいいのかな、あのホームブリューで入るような、ツールがあって、ホームブリューでブリューインストールライムってやるとインストールされて、パラメータでですね、モノラル 64kbps っていうふうに指定すると MP3 を、まあ、そのフォーマットで書き出してくれます。だいたい30分で15メガ程度のものになります。で、おさらいです。まあ、収録日時を決めて出演者がアテンドする誰の話ですね。で、ネタの話、そして音の話で、公開で、公開は先ほど紹介したシステムを使って公開していくという感じです。で、まあ大体話したかなと思うんですけども、遠隔収録とかライブ配信については、まあ、後ほどブログなどでっていう形です。で、これであなたもフォトキャスターという感じですが、ではやっててどうなのっていうことが結構重要で、楽しいです。で、2人とかだと会話が丸ごとコンテンツになるっていう経験があんまりなかったんで、それがすごく新鮮ですね。で、1人だと、まあ、多少工夫が必要なんですけども、なんとかなるという感じです。で、面白いのは誰でも聞けるし、 RSS 自体も MP3 もオープンなんで誰でも体験できます。ただ聞くのに実時間かかる、もしくは倍速にしても、2分の1時間がかかると
いうことで、リスナーの人が適度に囲い込まれるわけですよ。なので聞いてくれる人がすごく近い存在になってくれて、まあその後会話で盛り上がるとかツイッターで盛り上がるとかっていうことができて、非常に面白いメディアだなと思います。で、嬉しかったことの一つとして、あの話題不明、これですね、話題不明で喋るモバイルアプリができてたんですよね。で、こういう、これ僕が作ったわけじゃないですよ。僕が作ったわけじゃないですよ。あのとあるあのヒデじいさんっていう人が作ってくれたんですけども、これ真ん中のボタンを押すとこういうふうに話題 FM って言ってくれて、しかもブロック崩しのゲームができるんですよ。だから話題 FM って聞きながらブロック崩しができるっていうすごい優れたアプリケーションです。 Android もあります。で、ちなみに話題 FM きっかけでポッドキャストを始めた人もいるんじゃないかなということで、どっかにいるはずです。あの地上さんという方ですね。あのこういうモチベーションを僕は与えたらしいですというブログを書いて、あ、ここにいらっしゃいますね。はい、ポッドキャスト聞いてあげてください。で、まあ、聞いてくれている人を感じられると嬉しいっていうのは当然だと思います。で、そろそろまとめに入っていきたいと思うんですけども、ウェブメディアとしてのポッドキャストということで、まあなんか手作り感やっぱりあるんですよ。メディアのシステム自体も作っていくんで、で、アップル、グーグル、アプリを配信するとき、もしくは有料アプリを配信するときとかには、アップルとかグーグル、まあ Kindle の場合もそうですけども、プラットフォームにアップル税みたいなことを払わなくちゃいけないと。でもそういうの払ってないです。まあとはいえ機材にお金かけました。はい。で、なのでもっと気軽にできるプラットフォームとかデバイスとか出てきていいんじゃないのとか思うこともあるし、それはまあ YouTube とか Ustream とかあるんじゃないのかなっていうことも思うし、ポッドキャストってじゃあこれずっと残るのかって言われてば、うーんっていろいろ考えることもあります。ただ、面白いのは、僕らはこういうふうにコンテンツを作ることもできるし、エンジニアだったらメディアのシステム、プラットフォームも自身も作り出すことができるわけです。例えばキータっていうふうに紹介しましたけども、キータもまあ多分同じようなモチベーションで技術ブログを共有するようなプラットフォームを作った。だったらまあ違うメディアとかプラットフォームを僕らはまあこういうふうに自分でやってみて感じたことをきっかけに作っていくこともできるんじゃないかなと思いました。まとめます。ポッドキャストを支える技術というふうに話してきましたけども、聞くのも配信するのも含めて非常に楽しいものです。で、皆さん、もしこれで気になった方はどんどんポッドキャストを自分なりに、お金かけなくてもできますので、自分なりに作ってみてください。そして、まあ、ポッドキャストに限らず自分でメディアを作り出すというのは楽しいので、ぜひ、何か発信、メディアを作るっていうことを、僕自身続けていきたいなと思います。以上です。ありがとうございました。ゆうすけべさん、ありがとうございました。では質疑応答を行いたいと思いますので、質問のある方手を挙げていただけますでしょうか。あ、じゃあ前の方に。お話ありがとうございます。ですね、収録するした後に編集しないと決めたとおっしゃっていましたが、その編集しないと決めた理由があれば教えてください。特にあるわけではないんですけども、結構編集しだすとやっぱりそれもエフェクトと同じようで、凝り出せば凝り出すほど時間かかっちゃうんですよね。なので、時間かけないように、まあ、一発撮りでやってみようとしてやったら、撮る回数が多くなって逆に時間かかっちゃったんですよね。なので意味ないかもしれないですけども、最近は結構テイク1とかテイク2とかで終わるんで、結果的に短くなってるはずですというのが回答です。では何か手軽にその編集できるものがあまりない？もう編集ソフトでいうと普通にあるんですけども、動画編集とかとかも同じで、こことここ切って切る、こことここ切って切る、こことここ取って入れるっていう、それだけなんですけども、そういうのってやっぱりずっと聞きながら、ある程度聞きながらここ切んなくちゃいけないなっていう考えなくちゃいけないんで、編集自体やっぱり時間かかるもんだなっていうのは、もともと僕動画編集やってたんで知ってたので、
まあ、そういう意味合いで、いわゆるレガシーな編集ソフトしかないのは確かではあります。ありがとうございます。じゃあそのとおりです。ありがとうございます。1点だけちょっと聞きたいんですけど、Apple に、ポッドキャストの申請をするときってどれぐらいの時間がかかるのかなって思いました。1週間から2週間ぐらいだと思いますね。2、3営業日で行きます。行きます？あ、僕の時はそうでした。あ、まあ人それぞれってことですね。まあ、あの画像だったら多分そう思います。はい。ありがとうございます。すいません。多分2、3営業日の方が正しい情報な気がしますね。ありがとうございます。質問は前の方の一番前です。あ、いつも聞いています。ありがとうございます。質問なんですけど、聞いている他のポッドキャストを多分結構参考にされて日頃から聞いているのかなと思っているんですが、実際に現在購読している他の方のポッドキャスト、まあ、先ほどはリビルドありましたけど、他は何を聞かれていますでしょうか。あまり購読っていう感じじゃなくて、例えば普通に一般的な伊集院さんのラジオとかを聞いて、あ、一人語りってこんな感じかな、あれでも待てよ、スタッフの声入ってるじゃねえか、これ完全に一人じゃねえな、俺結構不利じゃねえとかって思ったりとか、なんかそういうことをやったりとかします。あと笠井恵里さんっていう人のポッドキャストは本当に一人語りなんですよ。同じような感じなんで、参考にするっていうか、なんて言うんだろうな、頑張ってるなって思ってます。実際それで取り入れたものとかありますか。取り入れたもの、あ、まあそのスタッフの声とかっていうのがあるからいいんだなっていうことで、まあ、こういうのを入れたりとかっていうのは考えましたね。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。実は私、家の前に電車が走っていて、家で撮るのがかなり厳しいですね。で、以前カラオケボックスでやってらっしゃったことがあると思うんですけど、カラオケボックスって録音する環境としては良かったですか。それとダメ、ダメです。ダメですか。はい、カラオケボックスってダメなんですよ。カラオケをするからいいんじゃないかって思いきや、他の人のカラオケの音が入ってきたりとか、あと店員さんがいきなり入ってきたりとかするして、まあ、それ自体がコンテンツになったりするんですけども、あんまりですね。なので正直な話、そこのベストプラクティスってあんまりなくて、音楽スタジオ、本当の音楽スタジオを借りちゃうとか、それ専用の録音スタジオみたいな、レコーディングスタジオみたいなとこ借りちゃうとかっていうことがあるかもしれないですけど、やったことないですね。なるほど。むしろ知見のある方いらっしゃったらっていう感じですけど。おお、さすがだ。チェゾーさんです。はい、ポッドキャストをやられたという。はい、僕最近ご無沙汰なイングレスのポッドキャストもやってたんですけど、その時に公開収録ってことで、まあ、こういう何だろう、借りるスペースのちょっと小さい会議室みたいなのを借りてやって、そこだと比較的、まあ、たまたま反響が少ないところ、残響が少ないところだったんですけど、まあ、静かに、しかもなんか数時間2000円とかそれぐらいで借りれるんで、そういうところだといいかもしれないです。ちなみに、関西さんと関西さんの旦那さんの瀬尾さんっていう、まあ、財務の関西さんですね、がゲストで出た団子ユッケの平和な話の場合は、チェゾーさんが所属している会社の会議室で撮ったんですよ。まあ、つまり会議室、誰かがゲスト出るときにその人に頼んで会議室を借りられませんかと言って借りて、そこで撮るっていうのも一つありっちゃありです。ただ問題はロケハンみたいにそこにある程度前日に行ってどういう環境かっていうことが分かんなかったりするんで、行ってみたらすごい反響が多かったっていうことがあるので難しいところではあります。ありがとうございます。先ほど、最後の方で
まあ、反響がある、まあ、どういうふうなフィードバックがあるか嬉しいということがありましたけど、例えばどういうふうに、まあ、和田 FM だったり団子駅の平和な話を聞いてる人、まあ、どれくらいの人数いるんだろうとか、どういう反応があるんだろうというのをどういった方法で調べられたり、あるいはデータとして持っておられるのかなというふうに思ったんですが、データとして持つのはそこまで頑張ってやってないんですけども、最初の方に説明したフィードバーナーとかフィードプレスっていうフィード変換サービスをかませてます。で今はフィードプレスっていうのを使っていて、フィードプレスであるとちょっと有料なんですけど、それもフィードプレスだと購読者数が一応出ます。でそれをベンチマークにするんですけども、最近になって急激になんか一気に下がってて、でなんだろう俺のフィードだけかなと思って団子ユッケの平和な話のフィードも見たら急に下がってて、これはなんかシステム上のエラーじゃねっていうところもあったりとかするんで、信頼性はそんなないですっていうのと、あとはツイートですね。ひたすらやっぱりシャープ話題 FM でつぶやいてねとか、あとは iTunes のレビューの数とかで測ってます。でもそんな多くないです。リビルドとかで検索するとめっちゃ多いんで、なんだこれって思うんですけども、まあそのあたりで測ってったりとかします。この前つぶやいた時にわざとシャープつけないで話題 FM って書いて2日後ぐらいに気づかれたんで、すいません今度からちゃんとシャープつけるお願いします。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。まだ時間ありますか。はい、もうちょっとあります。あ、すいません、和田 FM とか団子駅の、話とか購読してるんですけども、なんかその更新頻度とかってどういうふうに考えていらっしゃるのかなというのをちょっと聞いたかったです。で、2つ結構ポッドキャストやられて、で1つあたり結構やっぱその編集とかリテイクとかも含めて結構しんどいのかなと思っているんですけども、なんかその辺どういうふうに考えられているか教えていただけますか。ペースを作ればいいかなと思っていて、今ペースを作ろうとしているところです。で特に話題 FM とかに関しては尺が短いんで、実はネタさえあれば撮ること、そして編集加工がすごく早いんですよ実は。一見でしかも先ほど言った通り喋りもだんだん上手くなってるんで、そんなリテイクの数も多くないんですね。なので慣れてきたなっていうところが最近はあるし、団子ユッケの場合はまあいろいろな物理的な都合上団子さんと会いやすくなったんで、それもちょっと更新頻度高めにしたいなというふうに考えているんですけども、でその時にやっぱり週1で撮るぞとか月1で撮るぞっていうふうな形である程度ペースが決まってくると、なんだろうな、その出演者のアテンドが必要だっていう話をしてましたけども、それの手間が毎週やるんだって思ってればそれを考える必要はないんで楽になるかなと思ってペースを作ろうと思ってます。ありがとうございます。もし質問あれば次が最後かなと思いますが、ありますでしょうか。はい、それではこちらでセッション終了させていただきます。ユースケメさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。